去年秋、全国に暮らす6歳から15歳までの少女たちが続々と東京に集まってきました。応募者およそ9000人の中で書類選考を通過した522人。3日間にわたるミュージカルアニーのオーディションです。主人公アニーに選ばれるのはダブルキャストでたった2人。競争率4500倍の過酷な戦いが今年も幕を開けます。6回目の挑戦です。6回目。はい、多い時5レッスンぐらい遊ぶよりアニーになれた方が嬉しい。このアニーに受かるか受からないかで多分人生変わると思います。人生の分かれ道だよね。ねえ、おはようございます。さあ、ミュージカルアニーの季節がやってまいりました。あれですよね、甲子園を目指す野球球児と一緒ですよね、はい、これ1年間の努力が今日実るか実らないか。しかも6歳からですからね。6歳で人生が変わるっていう、はい、小学生が人生の分かれ道ってこう言えるっていうのがね、本当ですね。その思いがやっぱり何回でも挑戦してアニーの役を取りたいんだっていうのが多いんでしょうね。だからこれね、もちろんね、まあ、勝者もいるけども、はい、その負けた落ちた人の中でもまた来年頑張ろうと、うん、その彼たちのなんか表情も見たい。そういう子たちが毎年毎年これミュージカルアニーのレベルをアップさせてってるんでしょうね。切磋琢磨して今日来る。だからね、あのアニーというのはいつまでも新鮮でまた素晴らしいんだろうね、うん、はい。では去年11月に行われたミュージカルアニーの主役オーディションの密着ドキュメントをご覧ください、はい。ミュージカルアニーは辛い境遇を跳ね飛ばし、どんな時も明るく夢を諦めない少女の物語です。舞台は1933年のニューヨーク。アニーは生まれて間もなく孤児院に置き去りにされました。みんな仕事が、私はみんな仕事じゃないよ。父さんと母さんいつかきっと迎えに来るって手紙を残して言ったんだ。いつか両親を探し出す。アニーのひたむきな姿は彼女を取り巻くさまざまな人々を動かし、客席を涙と感動に包んできました。オーディションで試されるのは歌唱力、ダンス、そして演技力です。少女たちの多くが途方もないレッスンと役作りを重ねて競争率4500倍の難関に挑みます。例えば10歳の工藤美優子ちゃん、努力の一端を見せてくれました。アニーの日記といって、私が毎日寝る前にアニーのつもりになって帰ってくる日記です。アニーの気持ちで綴られた日記。お母さんは今どこにいるのかな。お母さんは髪の毛長い、それとも短い。これもイメージトレーニングです。いつもどういう風に練習するのかな。大丈夫。何、いきなりできる。うん、ちょっと考えてくる。なになになに。少し兄の気持ちになってからやるんだそうです。できた、はい、おはようございます。いやー、兄元気かい。ふん、元気だよ。ホーバーツさんは、そして普通の子と同じように。それにしてもなぜここまで。授業参観に行った時、なんかこう前に出て発表するような時があって、うん、でそれはそれは小さな声で本当におとなしいっていうか、まあ、たまに学校とかで手を挙げたりするけど、そんなに積極的ではないです。
ちそういう自分は好きじゃないけど、自分も兄みたいになりたいなって思って兄に受けようと思いました。もっともっと強くなりたい、兄への憧れが美優子ちゃんの原動力です。一次審査は課題曲、辛いこともおなじみのこの歌を審査員の前で歌います。いつか寂しくて憂鬱な日には胸を張って一次審査で歌えるのはたった9小節だけ。30秒足らずで審査員をうならせなければなりません。美優子ちゃん、なりきってるかな。夢にかけて少し入れちゃったのと、だけど他はうまくいったのでよかったです。80点くらいです。かつてアニーの舞台を経験した少女も数多く参加しています。畑美雪ちゃんは11歳、7歳の時にアニーに出演しました。このゴミためをクラスワービルのてっぺんみたいにピッカピカにするまで寝ちゃいけないよ。ママがいたの。孤児院の仲間で最も幼い森井役、これが初めての舞台経験でした。大阪生まれのみゆきちゃんは普段のノリもやっぱり関西系です。そんな食べ、うん、何これ、うん。でもいつもよりかはちょっとおとなしいですよ。でもうるさい。いろんな学年の方と一緒に一つのものを作り上げるっていうことを、まあ、したっていうことは、まあ、彼女にとってすごい大きな経験でしょうし、社会に出ていくときに、まあ、大きなプラスになるんではないかなと思いますね。真面目やったな。ちょっとボケとつくもんかな。アニーを慕うモリーの気持ちは、みゆきちゃん自身が抱くアニーへの憧れそのものでした。モリー、こうやって寝てたりするときにもうすっごい近くで聞けるから、ああ綺麗な声だとか思いながら、自分のことよりもアニーいいなとか、アニーにはなりたいなって思ってた。E の159番、畑美雪です。夢見るだけで Tomorrow 辛いことも忘れる、いつか寂しくて憂鬱な日には胸を張って歌うな。それぞれの夢が交錯するオーディション、その少女はおばあさんの付き添いで会場にやってきました。青柳しおんちゃん10歳、強い眼差しが印象的でした。オーディションの前日、私たちは静岡の自宅を訪ねていました。しおんちゃんは今おじいさんおばあさんと3人暮らし。アニーを目指すようになったのは音楽好きのお父さんの影響でした。3歳でピアノを習い始め、今はミュージカルに夢中です。
やるなら一番になりなさい。それがお父さんの口癖でした。けれどそのお父さんはもういません。病気で亡くなったのは2年前の春、37歳の若さでした。なんかこう辛いとかそういうことは聞いたことがないんですよ、うん、でもなんか入院してる時にはね、毎日ね行ってもうなんかいろいろ話してたようで、なんかでもどんな話をしたっていうことなんか聞いても言わなく、まあ固くなりなんか守っているようです。お父さんから言われたこと。切なさに蓋をするようにしおんちゃんはレッスンに没頭したそうです。お父さんを見送った4ヶ月後には地元の子供ミュージカルに出演しました。アニーに挑むのも今回が5度目です。だから今年こそ。挿入歌「メイディ」は最終日まで勝ち残ったアニー候補だけが歌う曲です。しおんちゃんはこの1年一生懸命練習してきました。お疲れ、はい、お疲れ、お疲れ、いただきます。ちょっと何やだと明日ってお留守番？仕事があるもんで、うん、で息子が残し置いてっちゃった車で、頑張れよっていう本で送ってくつもりです。応援してたし、息子もやりたいことをやって伸ばせればいいって言ってたし、それで本人が頑張ってるし、だから息子でも頑張れよっつって送ってやると思うから、うん、オーディションに向かう朝、友達から応援のメールが届きました。字になってる。あ、すごいすごいすごい。ファイトファイト、激励してくれてて、ほらファイト。そしてもう一つ、パパとのツーショットが入った何より大切なペンダント、心強いお守りです。おしゃれにもバッチリ気を配りました。パパまで行く？いつもと違う車だね。これはパパの車です。いざ出陣だな。よし、ション頑張れよ。はい。よし。行ってきまーす。よし、大丈夫だ。よし。いいちゃん、バイバイ。D の109番、青柳しおんです。少しずれちゃったので残念でした。本当？何点自分では？
自分では80点です。1日目の結果発表。アニーの日記をつけていたミユコちゃん、パパのペンダントを胸につけたシオンちゃん、6年前にモリーを演じたミユキちゃん。発表します。胸の鼓動が聞こえてきそうでした。この番組は今日もおいしく丸宮食品の提供でお送りします。丸宮食品プレゼンツミュージカルアニー、たくさんの愛、たくさんの夢、そしてたくさんの元気をあなたに。感動のミュージカルアニー、今年も丸宮食品が応援しています。見に来てね。ミュージカルアニーのオーディション初日の審査では例年3分の2以上が脱落します。いよいよ結果発表。あった。ミユコちゃん一次審査を通過しました。よかったです。ドキドキしたね。よかったです。大阪から来たミユキちゃん、ちゃんと番号があったんで嬉しいです。シオンちゃんは、合格です。初めてだね、シオンちゃん。よかったね。じゃあほらメモして帰ろう。よかったよかった、ね、いい報告したいもんね。はい、11月18日。ああよかったね、しおんちゃん。そうですか。嬉しいです。落ちると思ってたのでとても嬉しいです。ここにいるからね。522人のうち二次審査に進むことができたのは140人でした。オーディション2日目、控室の雰囲気が初日と少し違っていました。緊張しますね。緊張する。はい。なんかジョエルさんに会えるから、ジョエル美女っぽくなるから、ちょっとドキドキしてて、なんかちゃんと歌えるかなってちょっと心配です。この日から審査に加わる日本版アニーの演出家ジョエル・ビショフさん、本場ブロードウェイでも数多くミュージカルを手掛けています。 You know what I've learned, this is my 13th year、and what I've really learned is、the best ones come to the front like cream from the milk. It just rises to the top and it almost makes its own decision every year. 二次審査は自由曲、自分が好きな曲、歌いたい曲を審査員の前で披露します。シオンちゃんはオブラディオブラダを選びました。終始ポーカーフェイス、感触は伺えません。 D の21番工藤美優子です。
ちょっとゆっくりだったんですけど、まあ、うまく出会ったので、よかった。落ちても悔いはないです。森役を経験しているみゆきちゃん、なぜかこれまでになく緊張していました。3週間前に書いたんですよ。つい最近自由曲。なんか最初は好きな曲を歌っとこうかって言ってたけど、でもある時突然その楽譜をこう見た時にビッてきて、お母さん自由曲これがいいって言って、え今から変えるのって言って、この歌やったらみゆき絶対頑張るからって言って無理やり変えてもらって、やばい。ほんの3週間前にこれで行こうと決めた曲。 E の159番、畑みゆきです。ひょっとするとこのアメージング・グレイスがオーディションで歌われるのは初めてかもしれません。ちょっぴり大人びた難しい選曲には並々ならぬ意欲がにじんでいました。ジョエルさんたち審査員も意表をつかれた様子です。自由曲の結果が発表されました。アメージンググレイスのみゆきちゃん合格です。そしてしおんちゃんも。兄になりきって練習を積んできたみゆこちゃん。自分の番号はありませんでした。次の審査に進むことができたのは51人。この段階で89人が涙を飲みました。ダメだったね。また来年頑張ろう。2日目はそのままダンスの審査に入ります。振り付けを覚える時間はたった30分。大人でも戸惑うようなハードルの高さです。ダンス担当の先生に審査のポイントを聞きました。大体もうやることっていうか大体決まってるので、それをうまく散りばめて必要なものだけ入れてるだけなんで。ダンスの見せ場も多い兄。オーディションでチェックされるのは本番で必ず必要になる基礎的な動きです。
なかなか振り付けを覚えきれないしおんちゃんの傍らで、ほとんど完璧に動きをマスターしていた少女。大阪からやってきた春田すみれ子ちゃんです。それもそのはず、地元ではすでにアイドルユニットのメンバーとして活動しています。ダンスは得意中の得意でした。審査が始まります。笑顔で頑張りました。ちゃんと踊れたんでよかったです。88点ぐらい。してしまったけど、なるべく笑顔でやろうと頑張りました。わかりました。そして結果発表、この時はアニーやモリーなど配役ごとに合格者が振り分けられます。みゆきちゃんはアニー候補で合格。すみれ子ちゃんもアニー候補で3日目に駒を進めました。しおんちゃんは D の109番は箱にはありませんでした。けれど、孤児院の仲間テシーの候補に残っていました。がっかりしたに違いない。それでもカメラにはけなげな笑顔を覗かせます。テシーでした。残念だったけど、テシーでも頑張ってなりたいです。トゥモロー元気よく歌って笑顔になりたいです。翌日の審査のために手渡された楽譜はトゥモロー。アニーを目指して1年間練習してきたメイリーの楽譜はもらうことができませんでした。メイリーがね、なんかすごい一生懸命やってメイリー歌いたかった。でもそんなこと言ってられないですもんね。その夜のホテル、孫娘をおばあさんが気遣います。でもどっち行ってもほら、食べないと夜中にお腹空いちゃうからね、食べようね。そうちゃん、はい、分かるけど、気持ち分かるけどね。別にいいよ。何いい、すごいいいことじゃん。ね、あの番号があるってことは素晴らしいじゃん、うん、去年悔しい思いしたでしょ。ねね、いい、頑張ろうね。分かってるって。はい、分かりました。ついにオーディションは最終日。しおんちゃん、ショックから立ち直ったでしょうか。どうでしたか昨日は。昨日はよく寝て、うん、今日はバッチリです。バッチリ。はい、兄候補の時と同じように元気に明るく歌いたいと思います。この手紙に残れたことですが、すごく意味があることだと思って、今日は気持ちを切り替えて頑張るように2人で話しました。はい、
すがすがしく出かけてきました。4次審査は課題曲をフルコーラス歌います。アニー候補のみゆきちゃんはトゥモローとメイビーの2曲。テシー候補に残ったシオンちゃんはトゥモロー1曲だけで運命が決まります。歌の言葉はまさに彼女の気持ちでした。祈るような思いで結果発表を待ちました。候補者51人の中から最終審査に進むことができたのは35人。みゆきちゃん合格です。すみれ子ちゃんも通過。会場に湧き上がる喜びの悲鳴がしおんちゃんには遠く聞こえました。残念だったね。わあ残念。はい、でもいいね。頑張れ。5人に絞られたアニー候補、最後の2枠をめぐって競い合うのは演技力です。アニーになれるのは5人のうちの2人だけ。吉岡花恵ちゃんは今回が6度目の挑戦です。1年前、テシー候補で残った時の映像です。これじゃあ私は一晩中寝れない。あーどうしようどうしよう。実はさらに1年前にも最終審査まで残りました。今回こそアニーに。お母さんが持たせてくれたお守りがあります。これです。なんか靴下なんですけど、いろいろ書いてあるんですよ。これは履かないんだ。履けないです。なんか汚れちゃうとちょっと嫌なのでこの中に入れてます。はい。そして前回もアニー候補として最終日に残った石川凛奈ちゃん。でも最後の演技審査までは進めなかったのです。去年はなんか1日に1レッスンとかそんぐらいで毎日やってたけど、今年は土日は3、多い時5レッスンぐらい、ダンスと演技と歌と歌と歌。兄になりたいから遊ぶより、兄になれた方が嬉しい。テシー役を目指していた中島さくらちゃんは思いがけずアニーの最終候補に。アニー候補になってた時はちょっとびっくりしちゃってどうしようと思って、お母さんが自分の出せる力出せればもうこっちも全然いいから、頑張ってって言ってくれたから心の支えになって。大阪人のみゆきちゃん、11歳なのに口ぶりはちょっとおませです。多分これをこのアニーに受かるか受からないかで多分人生変わると思います。受かる
ることによって上手くなるから、なんか芸能界に行くかもしれないし、受からなかったら受からなかったで、またなんかこう社会人とかそっち系に行くかもしれないし、受験とかで頑張るしかないですか。まあここが人生の分かれ目かなと思っています。はい、マジでそこまで考える、うん、そこまで考える。泣いても笑ってもこれが最後。最終審査では兄を養子に迎えたいという大富豪の申し出を断って、両親への思いを切々と訴える場面を演じます。でも私がこの世の中で欲しいものは、一番望んでいることは、私の父さんと母さんを見つけ出すことなんだ。そして普通の子と同じように家族と一緒に暮らすことなんだ。I mean, Annie is, to me, it's a love story between, instead of it being two lovers, it's a love story about a father and a daughter. So whoever's playing Annie, the audience wants to root for her to find her parents, her father, root for Warbucks and Annie to get together. So her personality is key to making that happen. If you don't, if you can't really root for her and get behind her, then it doesn't matter how well they sing and they act. And that's the part that I can't teach. That's the part that they bring just5人の演技は甲乙つけがたいほどのレベルでした。私がこの世の中に欲しいものは、一番望んでることは、私の父さんと母さんを見つけ出すことなんだ。そして普通の子と同じように家族と一緒に暮らすことなんだ。私がこの世の中で欲しいものは、一番望んでいるものは、私の父さんと母さんを見つけ出すことなんだ。そして普通の子と同じように家族と一緒に暮らすことなんだ。私がこの世の中で欲しいものは、一番望んでいることは、私の父さんと母さんを見つけ出すことなんだ。そして普通の子と同じように家族と一緒に暮らすことなんだ。私がこの世の中で欲しいものは、一番望んでいることは、私の父さんと母さんを見つけ出すことなんだ。そして普通の子と同じように家族と一緒に暮らすことなんだ。私がこの世の中で欲しいものは、一番望んでいることは、私の父さんと母さんを見つけ出すことなんだ。そして普通の子と同じように家族と一緒に暮らすことなんだ。演出家ジュエル・ビショフさんが冷静な評価を口にします。I just found her to be, her whole thing was so well trained. She was like trained, all the, she wasn't really in the scene. She was just sort of doing what she rehearsed. I just find her a little sort of smiley and I don't know, I can't get much sense of who she really is. So I thought she was much improved. 上達度合いはすごいと思った。多分僕受けた後この5人の中で一番の芝居できてたのは彼女じゃないかと。5人の中でアニーの座を射止めるのは一体誰。アニーに選ばれるのはダブルキャストで2人だけです。最終審査の合格発表はアニー以外の配役から行われました。まずモリーA の132番、ジン・アイリーさん。はい。川田ひなさん。はい。原田さやさん。刻一刻と、その時が近づいてきます。最後は人役です。ついに運命の瞬間。最後は人役です。5人の中から選ばれるのは2人だけ。 E の130番石川りんなさん。はい。もう一人が人役です。残る1人は2の149番、吉
清香花恵さん。はい。応募者9000人の頂点に立った2人、吉岡花恵ちゃんと石川凛奈ちゃん。惜しくも夢破れた3人の涙はどこか爽やかに見えました。悔しいですけど、また来年頑張ります。自分の出せるものは全部出したので、自分の限界まで出したので、もう悔いはないです。落ちちゃったんですごい残念です。経験だと思って成長していってほしいです。頑張ったよ。そう、みんな力の限り頑張りました。オーディションから5ヶ月。4月20日の開演に向けて、今レッスンは佳境です。見に来てくれたお客さんたちみんながこのミュージカルを大好きになってもらえるような元気な兄を演じたいです。明るくて元気で、また来年も見に来たいねって思ってもらえるような兄になりたいです。そしてあのしおんちゃん、新たな決意を聞かせてくれました。この番組は今日も美味しく丸宮食品の提供でお送りしました。オーディション最終日に涙をのんだ青柳しおんちゃん。やるなら一番になれ。お父さんの言葉を胸に今年のオーディションに向けたレッスンを始めていました。10歳の春は静かに、でも熱く燃えています。今は8月とかにはミュージカルで発表会があるし、4月には歌のコンクールがあるので、それに向けても頑張ってるし、兄にもなりたいので朝とかは弾いて練習しています。兄を夢見る少女たち、あんなにも濃密で熾烈なオーディションを経験した少女たちは、きっと誰にも負けない強さを身につけています。明日を信じるアニーのように。